ついにだ。ついに来たぞーだー。うつ主がテンション上がってるってことは、白いちごが出るガチャが来たようだな。その通り、なんと、9月24日から、カカオ白いちご、通称魔王のビッグアップがあったんだーい。正確に言えば挽回し詐欺のビッグアップなんだがな。まあ、うつ主が楽しんでるんで。いいんじゃないかな。それもそうだな。まさか魔王が 1% の確率で入手できる日が来るとは思わなかったよ。実は初登場時は親の都合でブレソルできなかったから、魔王を知ったのはつい最近なんだよね。悲しいやつやん。ちなみに完全フォロー化白いちご初登場時も登院してました。あんた登院してばっかやな。また登院したら新しい白いちごがワンチャンないです。そんなことはさておき今回のガチャなんだけど、魔王が出るのはもちろんのこと、挽回し詐欺も出るんだよね。今回の小説キャラの中だとダントツでヒサギが欲しかったからなおさら嬉しいね。闇鍋もナックルバールの時とは比べ物にならないくらいいいし。闇でしかないビッグアップ出すのやめなさいよ。リュウカは未処理だし、ハッチは必殺レベルが3だから当たったら強力なリンク要因になるし、アイゼンは今のところ明確な使い道はないけど、クール短縮だからリンク要因にできるので腐らないね。てか魔王以外全員クール短縮なんですね。ってなわけでぶっちゃけ誰が出てもいいかな。一応欲しい順としてはこうかな。魔王ダントツで草。これでも抑えた方よ。は？で現在の魔王の必殺レベルが3だから、魔王が2体当たるまで永遠に引き続けます。こいつマジかよ。己の星に石を駆けのとし上げ。何の意味がある。海馬社長いただきました。綱吉の時長なんだよな。狙いのキャラを2回も当てるのはかなり大変なことだから、今回のために霊玉を6000個貯めました。こいつマジかよ。周年ガチャ以降ほとんど引かずに貯めてきました。これだけ貯めたんで2体当たってほしいです。というわけで、魔王狙いで引いていきましょう。デュエル開始！隠密軌道だぜ。呪いわけがねえだろ。はい、最初に星4が来ると星5は来ないのでスキップ。ガチャの演出が金だと星4、虹色だと星5が出ます。すぐにスキップしないのはただの百稼ぎです。はい、続けて20連目引いていきましょう。以上テンプレでした。ハッチこと宇正田八元と申します。最初の星5はハッチでした。これで必殺レベルが4になったね。ワンチャン2枚抜きは。前、袖の白雪。まあないか。20連目で出ただけで全然いいですよ。まあそうだね。では30連目いきましょう。30連目も星4。40連目。汚れのすべてが私の力になる。40連目も星4。まあ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 、次が確定だからせめて竜か来てほしいな。確定の50連目。ハッチこと宇正田八元と申します。またお前か。でか演出の途中でハッチのセリフ思い浮かんでたらハッチが出てきたからビビったわ。よりによってなんでハッチなんでしょうか。次からは魔王のセリフを思い浮かばせます。はい、フラグが立ちました。ふざけるな。2枚抜きはなしか。最近ツイッターで2枚抜きや3枚抜きをしてる人をよく見るから、僕も2枚抜きしてほしいな。あ、ツイッターといえば、僕ツイッターやってるのでぜひ見てってください。フォロワー少なすぎて草。グルメンや絡んでる人だけしかフォローしてないからね。では60連目いきましょう。ここからは星4演出も飛ばします。俺は、お前を殺しに来たんじゃねえ。止めに来たんだ。やった、ヒサギが当たった。心のアランカルキラーをあまり所持してないのでこれは大きいですね。
この調子で魔王を当てていこうか。70連盟。最初から誰も天に立ってなどいない。君も僕も神すらも。アイゼンはこれで2体目ですね。我が属性のリンク要員優秀なの多いから、レベマかつ抽選で制圧がつかない限りメインで使うときは来ないかな。結果はアイゼン1体。まだまだ魔王は出てきません。80連盟いくぞ。80連盟は金でした。90連盟。90連盟も金でした。ここまで星5はまあまあ出てるんだけど、肝心の魔王がまだ出てないな。二所持のリルカも来てませんね。魔王はあと2体当てないといけないから、この確定で当てないとかなり厳しい戦いになりそうだね。当たる確率は5分の1。来てくれよ、魔王さんよ。見たやつしかわからねえだろ。てっぺんからの景色ってどうよ。わあ、お、ここで当てれたのはでかいですよ。よっしゃBGM 投げよ。100連目でとうとう当たったぜ。でもここからが本番ですよ。あと1体当てないといけないですからね。ああ、わかってる。あ、ちなみに魔王は選べる星6確定ガチャチケットで当てたものなので、星5の魔王は未所持でした。レベル3までは必殺の極意で上げてました。さて、110連目いっちゃいましょうか。110連目は金でした。まあそんなにポンポン出るほど甘くないか。120連目行きましょう。見たやつしかわからねえだろ。てっぺんからの景色ってどうよ。うわーりわーどとんどんどんわー。嬉しいのはわかりますが、すっちょしすぎでしょ。ちょっと待って、うん、うわー、え、あれ、あ、じゃあ、はい、おー、エントラッパー。うるせーよ。はい、無事2体当てることができました。それでは今回のガチャの結果ですが、画面の通りで120連で魔王2体、ヒサギ1体、ハッチ2体、アイゼン1体でした。魔王が2体当たったのはもちろんのこと、ヒサギも当たったし、ハッチはレベマになったで、かなり良い結果だと思うよ。未所持のリルカが当たらなかったのは少しあれでしたが、まあ常設だし、まだいつかぐるべ。本当はこのまま魔王を開眼したいんだけど、今回の動画はここまでにして、次回の動画で魔王を開眼していこうと思います。ついに魔王もフル開眼ですか。これで白1、5、3体フル開眼だぜ、ブヘイ。というわけで、今回の動画はここまでとなります。あ、最後に宣伝させてください。僕のグループ白の死神のメンバーがマジで不足してます。なんと7名も足りません。R881 にて受け付けてますので、グループ探してる方はぜひ来てください。それではここまでご視聴、ありがとうございました。